世界人口は半数が失われていた。使徒と対抗するために地球自衛組織ネルフは凄まじい威力を持つ巨大な使徒型兵器を研究した。その名はエヴァンゲリオン。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット、イカリシ。2号機こそ実戦用に作られた世界初の本物のエヴァンゲリオンなのよ。感謝の言葉、初めての言葉。戦いは初号機の暴走で勝利を収めたが、血まみれな光景がみんなの心に刻んだ。父は冷たいままだが、シンジは希望を抱いてネルフに残った。逃げることもできないんだ。感謝の言葉、初めての言葉。初号機稼働停止まで。逃げちゃダメだ。
ビルド全開。ネルフのすべての技術はリツコの母親が開発したコンピューターマギから提供したもの。それはネルフ内部システムの作動に関わるだけでなく、エヴァの高速開発にも関わっている。リツコ博士はそれを使ってエヴァを正確に強化できるシステム。Yeah.